はい皆さんこんにちは日本の大学全部行った男山内大二ですこの動画高校の先生方からもたくさん見ていただいていますなんと今日は高校の先生からご質問をいただいていますえある高校で探求を担当しています探求学習がうまくいきませんどうしたらいいですかはい高校生の皆さん自分が通ってる学校の探求学習うまくいってますかうまくいってる高校もあるでしょう でも正直言ってうまくいいいってない高校さん結構多いですもしあなたが入った高校が探究学習に消極的でうまくいっていない場合探究学習で成果が出せないと総合型選抜や学校推薦型選抜で国公立大学や難関大学の推薦入試の合格がおぼつきません。ということで主に先生方向けに探究学習がうまくいっていない高校の 悪い理由三つまず一つ目受験の六教科と連動していません探究やれって言われちゃってじゃあ何やろう地域の商店街の活性化をしよううちの県に住んでいる昆虫を調べようで終わっちゃってるんですね必ず国立大学受験の六教科と連動をさせてくださいただ昆虫やってるようじゃなくて生物だったり物理だったり数学だったり英語だったり普段の受験の勉強と 探求学習を必ずセットで考える特に地方であれば国公立大学受験者多いと思いますので6教科8科目で国立は受けるし探究を頑張って秋には推薦も受けるっていう二段構えの高校校さんん、まあ、学ででは多いと思うんですよそれを無関係じゃなくて必ず各教科の先生と協力してなんとか君が探究学習で町おこしをやりたいと言ってる。 それで終わりにしないで、その成果を生かして国立○○大学経済学部を受験する。じゃあその経済学部受験するための六教科八科目はしっかりやらないとねっていうふうに必ず受験科目と探究を連動させるそういう学校づくりをしてください。二つ目、ゴールを設定していない。一個目と近いんですけど、たまたま生徒が興味があることだけあるんですよ。商店街の活性化、地域のお祭り、あるいは こううちの地方にはこんな野菜作ってるとかそれで終わっちゃうんですねゴールを設定してください例えば国立〇〇大学理学部生物学科でこういった地域の生物について研究したいからそれをテーマにした探求をやる法学部を出て地方公務員になりたいから町おこしとか地域活性化と連動させるこれをやらないから探求が無駄なもの 普段の授業とは関係ないってなりがちなんですね1個目と同じなんですけど必ずゴールを設定するもちろん推薦で国立〇〇大学受験するぞだからそのために探求をやろうなんて言うとまあ浅ましいのはわかりますだけどどこかでそれを意識しながらやるそうしないとやっぱり普段の授業と探求が連動していかないなのでゴールを設定する 例えば〇〇大学経済学部の学校推薦型選抜を受けようだからこの地域おこしのテーマをやろうそれを連動させるというふうに探求学習を行ってください最後3つ目最後はですね大会に出ていないスポーツとか吹奏楽だったら全国大会に行くのに プログラミングコン,コンテストとか情報処理の甲子園とかあるいは数学物理のオリンピックとか大学が主催しているさまざまな学問の大会に全然出てない高校が多いんですよ。スポーツと同じでちゃんと学学校の外の学問の外問大会に出場ささせてくださいその。模擬国連とかいっぱいあるんですよ。 そそういういいものに出さないと、とこでで金賞を取るとかですね、何かの成果を表彰されるというものがなければやっぱり目標にならないし総合型や学校推薦型で PR できません。学問の大会に出るということで探究学習がうまくいってない高校の先生受験の6教科と連動させるゴールを設定する大会に出るこれによって探究学習をうまくいく仕組みづくりをしてください。頑張ってください。